ビフォアでは縮毛矯正とインナーカラーをブリッジでしております。白髪が伸びても目立たないようなリバレイヤージュという方法を使ってやっております。こちらをベースを作ってシャンプーをしたらトリートメントに入ります。モモンガトリートメントで栄養分を入れて、オニヤンマジェルソルトというもので酸化剤ですね、それで髪の毛のペーハーを整えてからオンカラーをしていきます。オンカラーのカラー剤には塩基性カラーが入ってるんですけど、こんな感じの色味ですね。ちょっと薄めの色味です。通常のカラーと塩基性を混ぜております。こちらがアフターですね。トリートメントもしてるので質感も向上しております。ちょっと大人の雰囲気のバレイヤージュができたかなというふうに思っております。派手になりすぎない大人のカラーで提案できるかなと思います。縮毛矯正と同時にもできますが、少しお時間いただければできます。イメージがガラッと変わったかなというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。